もしジャニーズ受かってたら誰と同期どうなんだろう、カトゥーンとか、まあいやもうちょっと下か、お疲れ様です。前枠でブロックされた人は、うん、懲りて、あのくどいコメントだとか流れと違うコメントしないように気をつけてください。お疲れ様です。現役のロスカットされたよ、しかも230枚貼ったからな。これ何、これ何かを食べてる、春日さん。つかさ、でも本気であいつ配信嫌いなのかな。なんかここ最近ずっとさ、金のためには やってるけど、配信がもうしたくないしたくないしたくないってずっと言ってたもんな。損切りしたっていうか切られた、うん、寝てる間に切られた。76万ぐらい。今どうやって食べてるの？いやだからどうなんだろうな、うん、吉江さんからなんか引っ張ってるんだと思うよ。支払いも多いだろうしな、引っ張らなきゃ多分その貯蓄なんていうものは絶対ないから、酔い越しの金は持たないのが春日さんだから、江戸っ子だから、超江戸っ子質だから、うん、金利だけでも5万でしょ、で通信費だとか、なんかいろんなこと言ったら何もしなくても10万以上飛ぶからさ。いやでも吉江銀行もきついと思うよ。まあだから5万ずつぐらいとかさ、3万5万みたいな感じで細かく小出しに引っ張ってるんだと思う。金利5万って、だってリボで、だって消費者金融から3社ぐらいから300万借りてるって言ってたから、金利がだって15から18あるからね、それで5万だから、金利だけで5万。なんだかいくらか分かんないね。なんだっけ、何弁護士だっけ、のぞみさんか、のぞみさんとの LINE のやり取りでは、吉江さんが、うん、あんた今うちにいくらあるか教えてやろうかって言われて、うん、それを聞いたらとても払ってもらえる状況じゃなかったって言って、まあ、だそれがな、その真実性が分かんないからな、そうやって言ってなんとか助けてもらおうとしてたっていう可能性があるし、うん、俺はな、春日さんはもっとその家のその財政把握してると思ってたんだよ。意外にしてなかったのかな、そこはね、はっきりしない。あ、消費者金融じゃなくてクレジット会社ね。ふわっちで儲かってた時ので、追徴課税来たでしょ、あの確定申告の紙とか使って、カード会社と契約をポイント目的で何社か結んでたらしいよ、うん、でそれをフル活用して300万引き出したらしい。
関家で相原は資産負債。いやでも相原さんいないとあの家さ成立しないじゃん。もう買い物を吉江さん足悪いから行けないし、町内会とかゴミ捨てだとか、あとお墓の掃除もそうだし、なんかもろもろのことやってるの相原さんだから、あの人がいないとあの家成立しないじゃん。破産、春井さん破産するとさ、春井さんにとってのデメリットってなんかあるのかな。破産ってどうなんだろう。何もないデメリット、まあクレジットカードはあの D 払いがまたあのデビットに戻るっていうのとぐらい。面積降りるんかな。でも破産してその賠償金とあとギャンブルでの借金、実際はなんとかなるの。ギャンブルだからきつい。でもそんな言わなきゃ分かんないことじゃん。え、知らんけど、分かることなのかもしれんけど、まあ俺らが言うけど、初めてであれば面積は 100% 通ります。あ、そうなんだ。よくギャンブルとかあとはその犯罪行為でのその負債っていうかその賠償金的なやつは面積が下りないとかってよく言うけど、けどまあなんだかんだ言って通っちゃう。わかんない、わかんないもんな。だって300万何に使ったかなんて。まあ、でもね、俺は春井さんが配信本気になれば、春井さんっていうかあの家が本気になれば別にさ、その1400万だろうが、うん、まあ、3000万だろうが全然稼げると思うよ。本気になればっていうか、うん、なんかうまいことプロデュースしてくれる人がいればね、うん、それは全然全然まだまだ稼げる家だと思うよ。だって登場人物他にさ、そのいろいろいるよ。フワッチでもさ、なんかいるじゃん、いろんな配信者いるけどさ、春井さんの代わりができる人っていないじゃん。例えば養分伊藤がいなくなっても多分養分伊藤の代わりになれる配信者って現れるし、もうすでにいるかもしれないしとかって思うけど、やっぱり春井さんの代わりになれる人って絶対いないじゃん。そういうのって最強だと思うよ。いやだから俺の感想だよ。何聞いてたの？俺の感想に決まってるでしょ。間違ってるかもしれないし、みんなどう思うっていう話。みんなの感想を聞きたい。いやだってさ、現にそのポテンシャルが下がったとかさ、もう落ち目だとかって言いながらも、ね、一晩で20万稼いだりとかさ、ね、月 4,50 万は稼ぐんだからさ、
やり方次第だと思うけどな。5年前にな YouTube 本格的にやってたらな、今頃多分登録者数30万40万ぐらいいたと思うよ。いや行く行く行く、そんな吉江さん使ったら絶対行くよ。30万40万余裕でよ。なんかクソくだらないカップル配信とかがさ50万とか60万とか言ってんだよ。あのなんだっけ、桐崎英二、最近の桐崎英二の動画って見たことある人いる？なショート動画とかでたまになんかこう流れてくるから見るけどさ、もう茶番もいいとこだぜ。これ見て喜ぶそうて小学生でももう保育園って。思うぐらいすっごい茶番だから。なんか昔はモザイクかけてた妹とかも顔出しして、しかもモザイク取ったらブサイクだったし、うん、うちのお兄ちゃんうちの iPhone で何してんねんとかって、もうなんつかさ、もういいよ台本でもいいし茶番でもいいんだけど、もうなんかもうなんか見ててしらけるような。こんな感じだよ。だってそれでお母さんとかお父さんとかも協力してさ、なんか全くリアル感じられない。そうそうそう、なんかもうね家族一家総出でさ YouTube で金が稼げると分かったらみたいな。でなんか茶番劇、まあ、茶番劇をやってるんだろうけど、でも別に見てても楽しくない、面白くない。まあ、別にリアルであるとは思わないけど、いいよ台本組んでやるのはいいんだけど、まあただ桐崎英二はもうつまんないよな本当に。ちょっとみんな見ておいて今から、うん、YouTube で桐崎英二で検索したら、うわクソつまんないって、これだったらさ長瀞の関家の方が絶対面白いやんとかって思うもん。さあ帰るか、もう充電がなくなりそうだ。何時だ、1時。結局俺ここで3時間ぐらい配信したけど花火ゼロだね。えんそれで、スタジオ P もう維持できません。あ、バッテリーが少なくなってますって、もう 20% 切った。ハルさんの話しても花火無理かな。俺ハルさんフリークってでもいると思うんだけどな。俺のリスナーやっぱりな、無職のおじさんが多いからやっぱりアイテム上がらないわな、なかなか。
終わるか。あ、顔出しやっぱりした方がいいのかな。そう、ラジオは良くないよな、うん、でもな、俺もな、春日さんじゃないけど、なんかその老いた自分の顔を自分で見るのが嫌なんだよ。みんなもそうでしょ、鏡見るの嫌じゃない、うん、あー年取ったなって、あ風呂入ってねえなとかさ、あ髭剃ってねえなとか。そのみんなに見せるのが嫌なんじゃなくて、自分で自分の顔を見るのが嫌なんだよ。そういうこと、うん、よっこらしょ、ちょっとベンチに座るか。じゃあ終わりますか、うん、また会いましょう、うん、じゃあ、以上超セキシングニュースでした。